どうもどうも、マジです。こんにちは、クです。はい、始まりました。今日ですね、今まで YouTube たくさん投稿してまいりましたが、はい、そのコメントを順番に返していきたいと思います。はい。返信はしとらんけど、いいねとか押してたりして、互いに、うん、こういうコメント来とったねっていう会話とかたまにしたりするよ。うん。まあなんで、それをリアルに僕らがどういった感情でそのコメントを思っているのかっていうのをリアルにお届けする動画でございます。リアクションの動画ですね。そうですね。で、ガクがまあ抜粋して、このコメント、このコメントで、この動画でこういったコメントあってよ、みたいな。切り取ってくれてるんで、はい、それが全部で10個ちょいぐらいあるんかな。そうですね。うん。を順番に今からお答えしていきたいと思います。はい。で、皆さんもね、この動画見たら遡って、あ、ほんまに来てるやんって、見てみてください。はい。はい、じゃあやっていきますか。はい。はい。マーシーチャンネル。それではコメントを順番に読み上げて、アンサーしていきたいと思います。はい。一つ目ですね。うん、これ、マーシーくんがあの、インスタのやつの動画かな、うん、うんうんうん。に来てたコメントで、昨日、上野公園の伏伸び池で、下駄カランコロンして歩いてませんでしたか？へーって来てるんや。来てます。じゃあ、まあ、世の中に行ける人いっぱいいますか？顔特徴的だったよね。しかも下駄でしょ。おったかな。まあなんかマーシー君臭いですけどね。多分いたかもしれない。あ、ぜひね、女の子といなかったら声かけてください。そうですね。あの一人でおる時とかは全然ね声かけてください。はい。女の子といたら気使ってください。結構コメントでもありますよね、僕らの目撃情報が。間違いない、うん、見たっていうね、多いですよね。で、僕に来ます、それが。うん、ガク君見ました。あーそう、ガクなんか結構俺が多いんかな。うん、なんかそんなイメージありますよね。多いで、ガクにさ、マシ君見ましたよって来んやろ。来ないです、来ないです。俺めっちゃ来るから。そうだよ。で、ガクの何々しようんやってもう把握できる俺が。はい、じゃあ次はリーバイスレッドの動画かな。ほう。うん。2月に購入したフランス製のリーバイス630、うん、501と517の中間のシルエットの色落ちがアメリカ製に負けていない。これからはユーロの時代だ。うん、おー、いいっすね。ね。うちもちょうどこの動画撮ってるのがダーツイベントなんですけど、うん、それに合わせてリーバイスの630。うん、まあなんかアメリカ製が上がっちゃってますが、ユーロリーバイスがかなりその後に注目されそうっていうのって、やっぱ球数少ないから。そうですね。うん、すごい、リーバイス好きな人ほど手に取る感じなんかなと思いますね、630とか。なんかさっきのお客様も、630買ったって言ってましたでしょ。言っとったね。うん、ね。言ってました。本当に、シルエットめっちゃいいですからね、630。うんうん、大事に履いてください。はい。好きなやつで10戦スタイリング組んだやつかな。うんうんうん。まさしさんが一番かっこいい。おぉ。それを選ぶあたり、俺がどういう反応したらいいの？いやいやいやとかがいい。あ、まあそうなんですよね。そうですよね、リンジャー。ああ、そうですよね。ありがとうございます。はい、いや、もうそう言っていただけるように頑張って、はい、コーディネート組んでおります。ちなみに販売してるんでね。そうですね。全部販売のアイテムで組んでますよね。はいはい。なんか言おうとしました。ちょっと意地悪だったなと思って。俺、一番苦手や。俺、けなされる方が喋るやん。褒められたら全然喋らなくなる。意地悪です。すいませんでした。はい。じゃあ次は豪徳寺紹介のコメントですね。うん、なるほど。賽銭並んでる時に神様信じてないって、ね、行かれてて好きです。いや、間違いないですね、これは。これは僕ですよね。うん、ガクやな。はい。ガクはどうなの、それ神様信じてないっていうの。信じてはない。宇宙人は僕信じてますけど。宇宙がめっちゃでかいみたいな動画を見たんですよ。うん。めちゃめちゃでかいんですよ、宇宙。でかい、わかるよ、わかるよ。じゃあ、こんな、星あんのに宇宙人いい品なんてありえへんなと思って、うん、絶対いるやんと思って、うん、っていう話。じゃあ神様はおるそうじゃない？神様はいない。神様は違う。です。国領のトレファック、一番最近の動画ですね。ほうほうほう。一番最近の動画に国領のトレファックに行った動画。なるほど。うん。オープニングが迷彩の二人でサバイバルゲームの回かと思った。違いね。あれもね、全然僕ら今日着ていこうやとか一切話したことないやんか。言わないですよ。まあそんな自分の着たい服着たいですけど、たまに被るんな。被りますね、確かに。久しぶりに来たというか。うん、めっちゃ久しぶりに来た。そう、がたまたま重なって。ね。でも何も言わんかったよね、俺ら。なんかね、別に、まあいいか。一緒やなとか何も言わずに普通に始めたけど。うん。まあ、結構真似するんで。俺が？あ、まあじゃあいい。ダウンベストとかも。片
ぶったりする、うん、まあ額結構真似するんで俺が最初に買ったんですよあれ。次は下北沢の夜の下北沢を巡った動画ですね。ほう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 。酒企画熱望っていうのが3つぐらい来てます。いやすごいね。なんかちょっと触れたんですよね確かに、うんうんうん、これはどういった感じで撮ろうかな。もうでも最後まで見てくださいよやるなら間違いない。ほんまに多分ねクソ長い動画になると思うんで起承転結がないよ。まあないですよね絶対に、うん、ずっと木で終わってるかもまあタイミングでそうですね、うん、やりたいと思います、はい、周年のに何が入荷するか入荷紹介の動画ですかね。よく保った方だよお疲れ様って来てます。おー終わっとらんぞ見たいんだよな。ガクが取り上げてくれました、はい、そういうやつほど見せこんし、まあこの動画を見たら何か言ってくるんやろ、うん、人の悪口ばっか言って頑張って生きてってください。ぜひ店舗にね来てください、はい、説教してやるんでちょっと採用するか迷ったんですけど、ほうあのバズストアの動画ですね直近の。なるほどなるほど、うん、なんかガク君超えてきたねいいもの食べてる証拠ですかあんだけお金に送れないみたいな。でもね俺が昼ご飯カップラーメンだけやのにガクガッツリ食ってたりするのが当たり前やもんね。僕昼は結構食べるんですよね。ええもんめっちゃ食ってるから。ええもん食ってんのかな。ちょっと確かにね自分でも自覚はあるのでちょっと痩せないとなっていうのはあります。うん頑張っとくからね。全然何もやってないですよテラップ入れとくわ。最近ジム行き始めましたジム行ってるって言いたくないよ。採用です。いよぎかいよぎのせかその動画かな、うんうん、で来てました。マーシー君すいませんそのニューバランス買いましたあの古着屋ですマジか。結局あれはどこの古着屋さんだったんですか。あれは三軒茶屋の古着屋です。あーザライトですね。おいいやいやいやでも違うかもしれんやん。で、けどなんかこれのコメントの返信でなんか誰かしはってザライトですかハテナって来てます。そうっす。すごいみんなよくわかるね。ねザライトです。はい。だから多分そうなんじゃないですか。うん飽きたら言ってくださいマシックにね。はい5万ぐらいで買うんで多分彼ははい、はい、じゃあ次ですね。ニコタマと自由が丘。ああ。なんなら一番最近ぐらいちゃうか最近のやつか。うんで来てるコメントですね、はい、自由が丘のビンゴかっこリサイクルショップで友達がリーバイス501ブラックの先染め 80s を8000円で購入してた。そんじょそこらのセカストよりも良さそう。俺それ珍しく返信しておりますね。はい 80s の先染めのブラック、マリッチ。おお8000円やろ、うん、ガチやばくない。安いですね。すごいナイスディグやな。ビンゴって知ってます。いや存じ上げませんね。ちょっと気になりますね。そうやな、自由が丘のビンゴどこにめっちゃあるっていうよりかはその方がすごいほったくさいけどね。なんかリサイクルショップだったらね。なんですかね。まあけどセカストとかも一応リサイクルショップの類に入るんじゃないですか。そうですよね。セカストも結構値段つけてきてますからね最近。フリギアみたいな感じですけど最近ね。ちょっと気になりますね。なんかまた企画とかでちょっと見てみたいですね。確かに調べてタイミングで、うん、はい。ラストかな。お何選んだガクラストは、うん、ほんまに昨日上がった動画福岡の、うん、のポップアップの動画ですね、うん、えマジで福岡来るんですか。行きます絶対行きます。会いに行きます。うおー会いましょう。うんまあその動画でもお伝えしましたが福岡で5月13、14日でポップアップするんで、はい、なんかつてあるんだろうって皆さん思ってますよね。なんもございません。あんまりなんもないな、うん、誰がおるけんとかじゃなくて、うん、マジで福岡でやりたいよねっていうだけの理由なんで、はい、どうか皆さんの力でたくさん人を呼んでください僕らも頑張りますがね。そうですね。友達とか呼んでくれると幸いでございます。はい。なんか他にも福岡行きますみたいなコメント言ってましたね。嬉しいよねそう言ってくれる、うん、確かに。体調が悪くても来てください。以上ですね。はい。どうでしたかね。はい。まあこういった感じで、まあ定期的にできたらいいかなと思いますが、基本いいねで終わらせて、読み上げてないやつとか、なんならいいねできてないコメントとかもあったりするんで、まあ極力は僕とガクもいいねして見てるようにはしてるんでね。ぜひ、温かいコメント、お待ちしております。まあ冷たいコメントも全然してください。読み上げてるんで。ぜひね、直接見せ来いよっていう話なんで、待ってます。はい。
ちょっとでもいいなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いいたします。お願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ベース、インスタグラム、チェック、よろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。